適当に笑顔作ってりゃいいってもんじゃねえんだよね。はい、生まれはロシア、舞台は東京、ピロシーズです。身長体重年齢、え、それあともう一回言っていいですか。身長体重年齢162センチ、はい、22歳、体重46。言ってくれんの言っていいのそんなんちなみに身長体重年齢ってね、すごいゲイのねプロフィールなんで、身長体重年齢って順番に書くとゲイの、あ、だってゲイなんだったの、そうなんで、その体型とかなんか感じを想像できるからっていう。千春ちゃんは普段何やってる方なの？普段はアルバイト今してるんですけど、アーティストを目指して今年の3月に東京に来ました。あ、上京したんや3月に。え、どこからどこから？愛知です。愛知？名古屋。いや違う、愛知って言うんだから名古屋って言うから名古屋って言うのよ。普段歌ってみてよちょっと。え、あのジブリの、あ、耳をすませたっていうジブリの、え、かぐいろそうです、その道ずっと半年ぐらい経つけど、なんかいざ東京住みます、しばらく経ちます、みたいな存在感ないんですよ。色がなくて、なんやろ、どういうことなの、どういうその色がないなってどういう時に感じるの。その例えば、なんやろ、よく言う原宿、あるじゃないですか、みんなで行ってみようかな、お友達と行くんですよ、行って、お店入りますよ、めちゃくちゃカラフル、おしゃれ、ここに外国っていうみたいな、いろんな箇所なんですよ、何一つもあってない。これどこで買った？しまむら。しまむら。しまむらって東京にある？しまむらは愛知で買って、東京は。まあでもね、しまむらはしまむらでね、悪くないんだよ。よしいいですよ。しまむら。しまむらで、しまむら。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 でも確かにしまむら。ちょっと待って。普通のしまむらじゃない。なんかしまむら。しまむら。しまむらはなんかあの神だねっていうよね。そう、一点物のみですよ。あとサイズも1個しかなかったり、だから早いもん勝ちなんですよ。で、そのなんか島村以外にはどこでお買い物してるんですか？例えば、イングです。イングっていう、よくファッション、ショッピングモールとかにある、あの、地形毎日セール。え、なんか東京の人はさ、お金があったらもちろんブランドも含めけど、お金がなかったらちょっとね、レンチャーブエペンとか、GU だったりとか、ザラだったりとかね、あの、その辺で買うんだけど、でも入ろうと思わない。まあでもここさ、表参道やん一応、ちょっとここ歩くにはね、島村じゃちょっと勝てへん。違う、ありそうだね。島村じゃちょっと勝てへん。ザラはね、すぐそこにあるから全然行けるよ。ちょっとさ、一回初ザラしてみようよ。ザラは本当に初です。脱サラ。っていうクリーム、モイスチャークリームを塗っていきたいと思います。下地としてこんな感じ。続きましてはブロンズと
あのハイライトが入ってるこのナーズっていうねパレットがあるんやけど、これ全部揃ってるから私は全然あかへんやん。まあ、いろんなパシャパシャが入ってんねんな。はい、はい、これで片目がこういう風に出来上がりました。おめでとうございます。すごい、あの目をつぶるとすごい太い感じの線が、うん、まあ、両目やりたいね。ちょっと気の強そうな女になったやっぱりバージンカーやっぱキャットアイだよね。これはもう本当にこういう風に、うん、外国人ではちょっと難しいんだよね。逆に我々には真似できません。めっちゃええ感じになってるやん。そう、ちょっとね、ちょっと どう思う、めっちゃいい、ね、もう外人に持ってるわ。このここら辺ね、すごいなんか産毛みたいなのもやっぱあったりするやん、うん、で、日本の方ってさ、なんかこの産毛が嫌だ嫌だっつって剃ったりする人もいるんですよ、うんうん、理解したな。外外では黒人の人ってさ、すごい髪の毛あのなんかふわっとしてるからいっぱい産毛があって、だからなんかこういうね固まらせるスプレーとかをつけて丸く したりとかっていうのをするのがね、うん、だからちょっとここちょっと可愛らしい感じ。もうね全然ね男に媚びてなくて、うん、なんで今回のテーマって東京の女に勝つじゃん、うん、東京の女に勝つとか負けないっていうのが、うん、負けへんわこれは。じゃあ次はブラッシャー、あなたが洋服の方をやっちゃって、はい、はい、しっかりとできました。じゃあ早速ご覧ください、変身後の千春ちゃん、せーの、ふどう、美しい。ちょっと横向けるこのこうぐらい、うん、このね、髪の毛がいいよね、すごくやっぱり、なんかね、黒い素晴らしい。もうで前向けるなんかね、この、足がね、やっぱり最初に言ったようにすごくいいんだよ、この人。そうよね、すごい。そうそうそう、でこの黒いパンツも、もうピシッと刺しても全然綺麗になってるし、ほんで、かといって別に体型も悪いわけではないね、全然。やっちゃん、はい、入れてきたわね。ちょっと入れさせていただきました。流行りのチェック柄ね、このちっちゃいチェック柄というかね。そうよ、これ今年すごい流行ってんだからね。まあ、ほんで、まあ、正直白と黒にしたのはもう無難、間違いがないって、誰が来ても絶対間違いがないから、この方じゃなくても誰でもこれは絶対あると思うっていうのだと、実はこのダブル憧れあんねん。これ白人の人ってダブル意外と合わへんねん、合いそうで合わへんねん。でも日本の人は何やろな、昔のあのバブルの時代の名残があるのか、あるんだよね、アジア系の人って。なんかね、これチェック柄すごい似合ってるやんか、うん、うちチェック柄全然似合わへんねん。うん、いや、すごいやん、着こなすのが難しいんやもん、これ。で、これが正直、もし脱いだときに、脱いだときは、もうここにちょっとこう、出してもらうような感じで、ね。ここにちょっと入れてるのね、半分こう。そう。なんなら出してもいいぐらいの、なんで全部出しちゃったらなんだけど、もうちょっとだけ入れてっていうのが、ちょっと前入れてるってことね。そうそう。で、ここ逆に入れてないと、やっぱ足の長さがせっかく長いのに、ね、そんな女の子の股間もこんなにあったの初めてけど、まあ、そうそうそう。ほんで、胸、まあ、あんまり言わへんけど、胸はそんな目立たないようにさせていただきました、ね。目立たないようにさせて。胸は自信あるの？あ、ですよね。ですよね。胸に注目がいかないような形で、ご案内させていただきました。そう、ほんで、まあ、何よりも、メイク。とりあえず、舐めはかかってこられるよね。舐められることは絶対ないと思う。あの、キリッとした見方ね、みたいな感じ。そう、なんかね、キャットアイをやっぱ生かして、なんか日本の人ってすごい綺麗だと思うの、アーモンドだとかって言って、すごくなんか綺麗な
キャップにできる、そう、ね、胸形してるよね。私キャップに全然できない、垂れるなのよ。そう、だからすごい羨ましい。あれよね、こう可愛げもね、こうこう横見たときにキリッと顔を刺したの、キリッとか刺してみて、キリッ、そう、あ、今の可愛い、これキリじゃない、これ可愛い、可愛い、これが綺麗ですね。キリッて今もう怒ってるけど、ちょっとムッとして上から下に見えてる。あ、そう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 、この感じこうキリッと刺すこともできるんだけど、これ顎をフッて引いてみて、めっちゃ可愛いなんねん、急に。で、男ってこんな、なんかこの、なんていうの、ツンデレみたいな、すごい弱いやんか。だからこう、怖い女なんかな、怖い女なんかな、お酒飲んでる時、はい、怖い女って。お酒飲んでる時、怖い女かな、怖い女かな、って。グラスしてグラス。あの女、声かけたらやばいかなって。でもちょっと声をかけてみました。すみません。あ、可愛い。そう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 。わかる。なんかそのギャップってのは面白いかなって。そう。そうそうそう、あの誰にも乾杯、そういうか、誰にも乾杯、はい、ラチハルちゃん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。楽しかった。楽しかったよ。え、自信持てました。嬉しい。え、自信持って、別に今までやらなくても、うん、今までやったことないし、この話もしたことないし、でもこんな自分おったんやっていう新たな発見で、ありがとうございます。よかった。あれ、何より今自信持ってるのはいいねんけど、この動画が公開された後にコメント欄見るやろ、失礼なこと書いてるやつおんねん。書いてるやつおんねんけど、それを見ても傷つかない心になってると、一つ上の段階に行けてる証拠。羨ましいやなって思う。一つ上の段階でそこまで行ってほしい。ほんで東京で戦ってみてください。はい、頑張って。そう、ありがとうございます。はい、そしてジャブちゃんもなんかやってみてなそれ、変態みたいな、ね、ジャブちゃんもなんかやってみてなんか YouTube とかやってる。いや、今ね、ショールームって配信アプリでですね、歌わせていただいております。じゃあそのリンクとか見たら、こういうのかな。あ、じゃあ説明欄のリンクの方を貼っておきますので、リンクさん、ありがとうございます。お願いします。これを生かします。ありがとうございます。今回の変身企画に参加させていただいて、なんか自分に最初自信がなかったわけでもないんですけど、そのザラとかおしゃれな服屋さんとか入ったことないですし、でなんかお二人、ヨロシキーズのお二人と一緒に初めて入ってみたら、すっごい服をも自由に選ぶんですよ。え、そんなに選ぶみたいな。けどそれが逆にいい感じに私に伝わって、そのファッションの楽しさとかメイクの楽しさとかもめちゃめちゃ勉強になりましたし、なんか自分に自信を持つためには、まずそのファッションとかメイクとかそういうところからも入るのが大事なんだなってお二人には教えていただきました。めちゃくちゃいい体験になりました。